本当にこの場所に敵が来るのか。低空を飛んで市街地に向かっているらしい。よくそんなことが分かったもんだ。静かにしてろ。おい、本当に来たぞ。レーダーを見ろ。情報部、さすがだな。攻撃準備だ。情報部の予測が当たったようだ。戦闘の準備をしろ。こいつらを市街地に入れるわけにはいかない。ここで食い止めろ。やったぞ。テレポーションシップを落とした。するためには怪物の待つ船の真下に飛び込まねばならない。勇敢な奴がいるようだな。敵が怪物を投下した。警戒しろ。チップが攻撃を開始。全テレポーションシップが活動を開始した。撃墜しろ。フェンサーチーム、前進して怪物を引きつけろ。フェンサーチーム了解。突撃しろ。テレポーションシップの攻撃目標は市街地だった。
もしこの情報がなかったらどれほどの被害を出していたか。地球を守るため大勢の戦士が必要だ。さあ共に戦おう。アクセス待っているぞ。戦況が悪化する前に兵力増強を進めた方がいい。可能な限りそう進言したんだ。勝利です。作戦完了だ。我々は攻撃を未然に防ぎ、数え切れない命を救った。よくやった。有効射程まで前進します。止まるな。説明。 EMC のエフェクティブレンジまで接近する。これ以上は危険だ。目の前だぞ。巨大すぎてそう見えるだけだ。まだかなりの距離だ。くそ、やつはデカすぎる。サイレンは力を失うと休眠状態に入る。EMC を照射し、長い休眠状態に追い込む。待ってくれ。情報部、先進技術研究部の主任から作戦中止の要請があった。確認します。例の主任ですね。作戦は続行します。分かった。 EMC の一斉射撃でサイレンの活動を停止させる。攻撃用意。攻撃用意。射できるのは一度だけだ。確実に命中させたい。目標の動きを止めてくれ。攻撃を続けろ。限
射施設。一度しか発射できない。動きを止めろ。奮戦に感謝する。バスター、発射。直撃確認。目標炎上。やったぞ。熱い。バスターの熱だ。すごい熱さだ。火事の現場にいるみたいだぞ。人が動いている。なぜだ。地上部隊、下で何が起こっている。見ろ、奴は死んでない。燃えながら生きてる。この熱はバスターのせいじゃない。サイレン自身だ。熱源が移動している。地上部隊、どうなっている。武士か。周囲の温度が上昇しています。サイレンの体温によるものだと思われます。サイレンの皮膚はかなりの高温です。これで生きているなんて。燃える体を持った生物、なんて化け物だ。攻撃を再開しろ。ヤツは人類にとって大きな脅威だ。ここで息の根を止めろ。
気づかないで。瀬戸際まで追い詰められたサイレンの体が死を避けるために変化した。それがラブの見解です。体に過剰な負荷をかけてしまうこの状態は生き延びるための最終戦略だと考えられます。つまり自分を犠牲にして目の前の死から逃れるというわけか。寿命が尽きるのはいつだ。わかりません。数日か数年か。残念だが、まだ寿命には見えない。自然終末は得策とは言えないな。データの収集が必要です。攻撃を決行してください。することはできたということか。やつは姿を変えたばかりだ。休息が必要なのだろう。それは我々も同じだ。追撃は空軍に任せよう。すでに攻撃機はサイレンを追跡しています。よし、我々は撤収だ。ギヌス、アーケルスは恐ろしい生物だが行動権は限られている。地球全土に危険が及ぶわけではない。だがサイレンは高速で移動し存在するだけ周囲を焼く地球規模の危機だ。この状態のサイレンをグラウコスと呼称、最大級の脅威と認定します。たちが負けるなど。進め。砲兵の攻撃が始まるぞ。攻撃開始。これだけの火力があればどれだけの敵が来ようが問題ないぜ。攻撃が来るぞ。シールド構え。シールドがない歩兵はタイタンの後ろに隠れろ。空爆開始。
ここを突破されたら市街地は焼け野原だ。そんなことはさせない。ここは我々が封鎖する。倒せない。エイリアンの大部隊です。上空にはグラウコス、地上にはエイリアンか。このままだと全滅する。退却するしかない。レールガンはまだドローンと交戦中です。残念ながら我々の負けだ。退却を開始する。
急げ。タンク到着。間に合ったか。歩兵の前に展開しろ。俺たちが盾になるぞ。スキラは目の前だ。攻撃開始。撃て、陸に上げるな。霧だ、霧が出てきたぞ。スキラは体内の水分を噴出し霧を作り出します。強敵から身を守るだけでなく効率的に獲物を取り込んでしまう。射撃が難しくなる。兵士の天敵だ。レーダーを有効に使ってください。大まかな位置は分かるはずです。
必要があります。